どん兵衛の次の監督、鳥谷のみ藤川赤星のうちの誰かに絞られる。平田コーチは知念だけで良いから監督やらせてほしいんやが、やらせてほしいっていうか一回平田間に挟まんとチームがたがたなると思うで、岡田はそんな長くやるつもりないみたいやし、いきなり鳥谷藤川とかに監督やらせてもさすがにあかんわ。赤星は解説時代長いしある程度勉強してんのかもしれんけど、新井監督引き抜いたら盛り上がるぞ。そいつらまだコーチもやってないやろ。まず入閣させろや。どん兵衛の下で学ぶことはいっぱいあるはずや。今岡だぞ。藤川やりたくなさそう。現職の監督コーチに岡田のご務まりそうなやつがおらんよな。ちゅ、そいつら経験ないやろ。鳥谷のみは絶対やらん。そのメンツじゃなくて今コーチやってるやつやろ。まだ藤本の方が可能性高いわ。どん兵衛並みの野球脳ありそうなやつがおらん気がするわ。なんかそれくらいの世代の選手はあまり考えないで野球やってたそうなやつしかおらん。今岡が最有力っぽいな。今岡はロッテで2軍監督やヘッドコーチやってたぞ。